皆さんこんにちは、メタボです。今回は年の瀬の西成の街の中を歩きます。スタート地点は四ツ橋線の花園町駅、そこから鶴見橋商店街を西へ向かって南海塩見橋線の津森駅へ、そして塩見橋線の電車に乗ること一駅、西天ガチャ屋駅へ向かいます。西天ガチャ屋駅から銀座商店街に出て東へ向かいます。南海電車の天ガチャ屋駅を越えて阪海電車の北天ガチャ屋駅へ向かいます。そこから阪海電車に乗ること3駅、今池まで向かいます。今池の駅から萩の茶屋本通り商店街を通って出発地点の鶴見橋商店街の東側の入り口までぐるっと一周歩いてみます。皆さんこんにちは、メタボです。前回鶴見橋商店街歩きましたが、いかがだったでしょうか？意外と大きい商店街ですよね。東西に1キロぐらいある商店街だそうで、今上に阪神高速道路を走ってるところを渡りましたが、昔ここは川で十三間堀川という川だったんですけどね。そして向こう側に見える新浪速筋は昔大阪市電阪海線というね路面電車が走ってたりとか、その向こうに南海高野線、通称塩見橋線と言われますが、その津森駅の向こう側に今公園、西成高校の南が公園になってますが、そこに紡績工場、大きい紡績工場があって、その紡績工場に通勤する人、またはこの近くに住むっていう人も増えてきて、この辺りかなりにぎわったそうですが、今は落ち着いた感じというか、ちょっと寂れた感じの街になっています。でこの津森の商店街を抜けるとアーケードはないんですが、南海の高野線、通称塩見橋線ですね、塩見橋線までも、商店街は続いています。そしてこの新浪速筋の左側のこの坂は大阪市電が南海を越えるために作られた勾配なんですが、昔は河川柱がまだ残ってたんですけど、今なくなってるので、その河川柱の台座ぐらいしか面影はないと思います。そして新浪速筋渡るとアーケードがなくなりましたが、南海の高野線、塩見橋線までは津森商店街続いてます。この左手のこのラーメン屋さん、ラーメン大将というんですが、昔パチンコ屋さんの横でどさんこ大将やってはった方がそのまま移転されてラーメン大将と名前を改めて営業を続けてはります。その横にね、美味しいうどんはてんこ盛りやったんですけど、今大黒町の方に移ってしまわれましたね。大黒町のてんこ盛りも時々行くんですが、であと山崎ストアがあって、で今回振り返るの忘れましたが、ここ振り返るとちょうどアベノハルカスが遠くに見えて、なかなかいい風景。アベノハルカスね、結構あちこちからええ感じで見えるんですよ。イクノックとかでもなんかええ風に見える場所があるのでね、またここ通った時ハルカス見てください。でここの線路の手前の右に柳があったんですけど、いつの間にか切られてしまいました。なんかええ感じの柳やったんですけどね、残念です。で正面に津森駅見えてますが、ここは西成高校の生徒さんがね通学に結構利用されるので、この塩橋線の中でも乗降客数が多い駅だと思います。でこの塩橋線、結局南海が今宮恵比寿あたりから地下に潜って梅田に線路を作る計画がもう実現しそうなので、塩見橋から延伸せずにこの路線はもうこの区間だけになるんですが、当面はこのままの形で運行されることが決まっています。それでは津森から西天ガチャ屋まで切符を買って乗ります。1区間160円です。塩見橋から岸の里多摩出までは1編成の電車がピストン運転をして運行されているんですが、この線、西天ガチャ屋の先まで複線になっているので、上りと下りそれぞれの線を走ります。総線と錆びますからね。でも実際は1編成なので、
オール単線でも運行は可能っちゃ可能なんです。塩見橋方面から列車が来ました。使用している列車は22000系のズームカーと呼ばれる2両編成の列車です。22000系の車内です。で、2ドアなのでこのロングシートのこの長さ、これもなかなか最近では味わえない光景です。で、音量も下げてないですけど、コンプレッサーの音とかこのモーター音懐かしいですよね。約2分で天ヶ茶屋駅へ着きました。ホームの屋根の支柱、これはレールですね。これレール見るとカーネギーとかなんか製造年月日探してみますが、今回は見つかりませんでした。岸の里玉出行きを見送って、南海本線の天ヶ茶屋方面に向かいます。田舎のローカル線の風景が大阪市内で味わえる貴重な場所なので、この電車乗りに来るだけでも値打ちあると思いますけどね。いかがですか皆さん。西天ヶ茶屋駅の駅舎もおしゃれで、昔はこの線路が高野線の本線やったという名残ですね。昔はあの岸の里玉で X の字になってて、高野線は塩見橋から出発してたんですが、難波の方が都合がいいとなると岸の里玉でから塩見橋がね支線になっちゃって、で今はこんな感じの路線になっているという感じなんですが、踏切を渡らず本当は西に行かなあかんのですけど、ちょっと銀座商店街の端っこを歩きたいから踏切を渡って少し南に向かって、銀座商店街、今正面に見えている横のアーケードですね、そこに向かって歩きます。このアーケードのないこの脇道も古いお菓子屋さんとかやってはって、なかなか趣のあるここですね。また元気にやってはります。こんな懐かしい感じの道を歩いて商店街に行きます。この西天ヶ茶屋周辺は朝ドラ二人っ子のロケ地としても有名で、通ってる小学校が岸の里小学校なってんのかな。でこの辺でもちょっと撮影されたりしてたみたいですが、あんまり記憶ないんですよね。新世界とか動物園とかはなんか覚えてるんですけど。でこの商店街にも二人っ子の日があったと思うんですが、まあ、動画撮影しているので今回は右側西側に行かず左の東側に行きますので、ちょっとまた二人っ子の日探しは今度にしたいと思います。でここ曲がったところのこの右手に丸屋さんというね、本当に昔ながらの喫茶店があります。ここも YouTuber の方よう訪れて上がってきてますよね。でこれまっすぐ行くと先ほどの塩見橋線の踏切に出るんですが、その踏切の手前に丸八精肉店っていう、あの沖縄の名前ど忘れしたな、何さんやったかながやってはる、お肉屋さんがあるんですが、ここもあの店の前でホルモンを売ってはって、今日はちょっと撮影があれなんで買いませんでしたが、まあ、いつもこの辺立ち寄ったら、買って食べます。フワ、肺の部分ですね、フワが割と入っててね、僕フワ好きなので、
ここのホルモンは好みです。で、新浪和筋来ましたが、ここから、アーケードのない商店街を天ヶ茶屋まで歩きます。この新浪和筋の向こうが、左がもう営業やめてはるけどパチンコ屋さん、その手前はこの道路沿いはずっと駐車場、長いこと駐車場やった気がします。で、信号は青になったので、渡って天ヶ茶屋方面に向かいます。この商店街、やばいな、これなんか喋りながら商店街歩くぐらいネタ持ってるかな。この道は私の中では、焼肉通りというか、もうちょっとまっすぐ行くとセブンイレブンあるんですけど、その横にクイヤという焼肉屋さんがあります。2021年の年末に閉め張ったんですけど、そこのクイヤという焼肉屋さんの肉がむちゃくちゃうまくて、で、西成の連れと食べによう行ってたんですが、もう一軒西成にはクイヤさん ありまして、今船、阪海線の今船と地下鉄の花園町駅泉屋のちょうど間ら辺に、あります。私そっちは行ったことないんですけど、まあおそらく系列店だと思うので、今度一回ねそっちも食べに行ってみたいなと思います。で、もう一軒行くのの方にもクイヤあるそうなんで、そこも系列店かどうかちょっと今度行ってみた時に聞いてみたいなと思います。そのクイヤさんの横に最近普通の家のガレージでホルモン売ってる店があって、最初はガレージで売ってたんですけど、今なんか風貌みたいなちゃんとしたなんと壁ができて売ってはるんですけど、コロナのすぐぐらいの時に、まあ、1回前を通って今度買おうと思って、それ以来行ってないんですけど、まあ、今回もね行った時は閉まってたんですけど、そやね、ここの筋で話するって言ったらクイヤという焼肉屋がありました。今はもうなくなってしまいました、残念ですっていうことと、クイヤさんの横の、一軒家のガレージでホルモン焼き屋さんがあります。まだ食べたことはありません。終わりぐらいかな。あとは26号線の手前に千屋っていう餃子屋があって、千屋さんも最近行ってないから、そんな特筆してコメントいうこと、あ、この今左にねこの看板クイヤ残ってますよね。このダブルマフラーね、このスポーツカーみたいな、この換気扇が何とも言えない。で、この横が一軒家のガレージでホルモン売ってるお店なんですが、ちょっと表札とか映るの左ね見れませんでしたが、興味ある方は行ってみてください。で、もしあれやったら美味しいよとかコメントいただけると、もう僕もなんか美味しいとか、はいかなあ、ありまへんでとか言われると、また行くスパンが短くなるかもしれません。そんなぐらいちゃうかな、この道。あ、また焼肉話なんですが、まあ、この道まっすぐ行くと26号線に出るんですが、これを、まあ、この方向向かって左北側に歩いて、ちょうど左天ヶ茶屋中学なんですけど、この中学の端っこ側の26号線の道路の反対側に角店という焼肉屋があるんですよ。で、まあ、クイヤなくなってからその角店で焼肉食べるんですけど、締めにねラーメンがあるんですよ。確かねメニューに載ってなくて裏メニューやってこう連れに聞いたんですけど、そのラーメン美味しいので今度 YouTube で紹介したいなと思いつつ、1年半経ってるというそんなネタで終わりにしたいと思います。次回は国道26号線渡って南海の天ヶ茶屋駅をくぐって阪海線の北天ヶ茶屋駅から、阪海電車に乗って今池というところまでね、阪海電車乗って、でそこから萩の茶屋の駅を越えてスタート地点の鶴見橋商店街まで歩きたいと思います。
年の瀬の西成を歩く西成散歩は3回で終わりかな。次回もまた見てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、コメント等お待ちしております。それでは皆さんまた。See you!